はい、どうもこんにちは、ロクセルです。今日はですね、僕が最近やってるミステリーアドベンチャー、太鼓たちのミステリーアドベンチャーで、太鼓たちがをその影響でよくやってて、ちょっとこういうものに興味を持ち始めました。マイバチですね。マイバチって言ってもこれ、で、ミュージック。というわけで今回はですね、こちらの 3DS 用なのかな。まあ、バチを作ってみたという動画です。マイバチみたいな感じで、太さはね、普通のマイバチとかと同じやつなんですけど、まあ、短さが全然違いますよね。で、ちょっと割と鋭く作っちゃったんで、なんか、あの 3DS の画面が傷ついちゃうから、保護フィルムとか貼ったりしないとあれかなって感じです。まあ、てか、あんま、そこまで 3DS で使わないです。ただ、鑑賞用ですね。で、持ち運ぶとき用にこういうものを作ってみました。はい、こんな感じで、通して。これ2つにまとめてできますし、あと、これ片方ずつ、こうやってはめて、なんか、これ意外と、やりやすいのかなっていう感じ。あんま、こういうやり方してる人見たことないと思うけど、こうやって、指にはめて、こうやるんですよ。これよくないですか？指で叩いてる感覚。割と叩きやすいと思います。まあ別に、持っててもいいですけど、どうですか。で、僕あの、太鼓の達人は、なんか、ハマってるんですけど、まあ、そこら、YouTube とかに動画上げてる、ああいうプロの方よりかは全然、比べ物にならないほどのド素人なので、そこら辺は多めに見てもらえると嬉しいです。こちらですね、本物のグリップは使っておりません。ビニールテープを使っております。まあ、ここを握らないからね、別に、グリップは、なんか高いやつとか、そういう本物のやつを使わなくてもいいなって感じです。持ち方はこんな感じかな。もう、こういう感じで叩きます。もし叩くとしたら。はい。こういう感じです。で、赤い方は普通のビニールテープを巻いたんですけど、このテープがね、巻き終わりのところは、普通のビニールテープを半分に切って、それを巻いています。こんな感じです。先っちょは尖らせてるっていう、こういう、見た目がちょっと変ですね。こうやって持ち運べるの意外と気に入ってるんですよ。これでポケットとかに入れて持ち運べるっていう感じとなっております。というわけで今回はですね、ちっちゃいバチを作ってみたという動画でした。まあ本当に、まあ作り方は、普通のマイバチの作り方の短くしたバージョン的な感じなんで皆さんもぜひ作ってみてください。まあやりやすいかって言われたら、まあできないことはないですけど、画面が傷ついたり、あとは、まあ、叩きやすさとかを考えるにはちょっと向いてないかなって感じなので、まあ、鑑賞用として作ってみるのはどうでしょうか。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。バの次はビッ。